皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第50日です。では問題を見ていきます。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、8足すマイナス20割るマイナス4、足し算と割り算ですから割り算を先に計算します。ですから8足すマイナス20割るマイナス4は正の数で5になりますから、8足す5、答えは13です。丸2番です。 2A 足す5足す A 引く7と、多項式同士の足し算、足し算の場合はこのまま括弧を外しましたね。ですから 2A 足す5足す A 引く7、こうなります。もうここでは並び替えはやめておいて、このまま 2A 足す A で 3A、 そして5引く7でマイナス2となるので 3A 引く2というのがこの式の答えですね。括弧に次の計算をしましょう。割り算です。丸1、 10x 割る2と、文字式の割り算は分数の形にして計算しましたね。そして割る数が分母に来るので2分の 10x、 こんな風になります。そして2と10を約分します。1で5ですね。ですから答えは 5x と、こうなります。丸2番、 12a 割るマイナス3、正の数は負の数の形になるので答えは負の数になります。ですから負の記号マイナスを前に出して3分の 12a、 ここを約分して3が1、12が4になって答えはマイナス 4a と、こうなります。次です。丸3、マイナス x 割る3、負の数割る正の数、答えは負の数ですからマイナスを前に書いて、分母に3、分子に x で答えはマイナス3分の x、 こう出てきますね。括弧3番です。次の計算をしましょう。丸1、2分の x 引く5かける6、こういう式ですね。ここの分母の2とかける数の6を先に約分します。こうなりますね。そうすると x 引く5括弧かける3と、こういう式になります。この括弧忘れないようにしてください。そしてここで分配法則をして x かける3は 3x ですね。マイナス5かける3はマイナス15、答えは 3x 引く15と、こうなります。丸2番、12かける6分の x 足す4、分母の6と前にある掛け算している12、これを約分します。12は2になりますね。ですから2かける、これかけるを書かなくても構いません、x 足す4、2括弧 x 足す4と、ね、ここで同じように分配法則を使って、計算します。2 ×x ですから 2x と、 2×4 なのでプラス8と、 2x 足す8というのが、この計算の答えです。括弧4番、等式の性質を利用して x の値を求めましょう。これは、ここで初めて出てくる問題ですね。上にこの内容を学習できる動画のリンクが出ていると思いますので、そちらを利用して、学習を進めてください。等式の性質というのはここで使うのは、ね、両辺に同じ数を足しても等式は成り立つ、両辺から同じ数を引いても等式は成り立つという、この2つの性質を利用します。丸1、 x 引く3はマイナス2と、この x の後ろについている引く3と、ね、マイナス3というのはちょっと邪魔なので、
ここの後ろに、引く3の後ろに足す3をつけます。 x 引く3足す3と両辺に同じ数を加えるので、このマイナス2も足す3、これを書きますね。つまりここの部分が同じになるわけです。 x 引く3足す3ですから、この3の部分は消えてしまいます。その x はマイナス2足す3はプラス1ですから1と、 x は 1x の値は1というふうに求められました。丸2番です。 x 足す4は6と、こういう問題です。 x の後ろについている足す4というのが邪魔なので、この後ろに引く4を付け加えます。同じように6の後ろにも引く4を付け加えますね。 x 足す4引く4は6引く4、こうなりますね。ここで4引く4ですから、ここの部分が消えます。そうすると x は2というように、 x の値を求めることができました。よろしいでしょうか。では5番にいきます。200人の A% の人が虫歯である場合、虫歯でない人の数を文字式で表しましょうと、こういう問題です。じゃあパーセントという百分率についてちょっとここで復習しておきましょう、ね、例えば 1% というのは全体の100分の1の割合のことでしたね、ですから 5% といったら100分の5のことです。200人の 5% といったら200×100分の5を計算します。これと同じようにこの問題考えて、200人の A% の人が虫歯であるというので、虫歯の人が何人いるかをまず計算しましょうと、 A% は100分の A の割合と考えるので、 200×100分の A を計算すると虫歯の人の人数が分かります。この100と200を約分します。ここは2なので、 2×A で 2A 人が虫歯の人の人数なんですね。で、虫歯でない人の人数は200人から虫歯の人の人数を引けばいいので、200-2A、ね、人と、このように表すことができます。これが虫歯でない人の人数を文字式で表したその式ということですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。